ヤッホー、さくらです。はい、ということでですね、今回は久々の購入品紹介ということで、プラザの購入品紹介やっていきたいと思います。はい、プラザは結構あのマルキューとかにあのお買い物とか行くこと多いので、あのそのついでにプラザ寄ろうと思って寄ることとか多いんですけど、まあ、結構ねなんかちょび買いみたいなのめっちゃしちゃうの。コスメ1個買うとかニット帽1個買うとかやるんだけど、なんかプラザでまとめ買いっていうか大量に買うことがないので、今日ちょっとたくさん物を買ってきました。結構ねコスメから帽子とかアクセサリーとかまで結構いろんなねあのものを買ってるので、ぜひ最後までご覧ください。ということでやっていきましょう。レッツゴー。はい、1万3000円分ぐらいかな、買いました。まず1つ目、じゃーん、こちら。これはなんかモフモフの靴下、なんかさ冬必須じゃない？冬とかさ特にさ、なんか足先指先なんか足寒くない？めっちゃ寒くない？だからめっちゃ足寒くなるから私は買いましたね。結構冬は絶対モフモフの靴下ないと寝れないかも。で朝起きた時とかさ、まあ、まずベッドから出たくないやん冬なのにさ、もう出た瞬間さ足寒すぎて床めっちゃ冷たいやん冬って。だからほんとなんか一日のやる気なくすんよね、朝寒いと。だから寝る前にいつもこれ履くから冬は、まあ、今年も買おうと思って買いました。なんかちょっと暗めの色とグレーとホワイトの結構可愛いなと思って買いました。クリスマスっぽいしね。まあ2枚で足りるかなって感じなんで、ちょっと足りなかったらまた買い足しに。結構いろんな種類色違いが結構いろいろあったので、ぜひ皆さんも見てみてください。これは結構助かるね、結構寒いのに弱いので。続きましてこちら、可愛くない、ね、こういう帽子の名前なんて言うんだっけ。最近こういう形の帽子めっちゃ欲しくて調べて、やっとさこの帽子の名前見たのにさすぐ忘れちゃうんだよね、こういう帽子の名前。多分ねこうやってこういうなんか帽子なんだけど、めっちゃ冬っぽくない？めっちゃ好きなのこういう帽子。今年欲しかった、この冬一番欲しかった帽子かも。だからまさかプラザってね、マジでカメバスカバサー、マジであのコスメとかのイメージ強いと思うんだけど、全然コスメとかだけじゃなくて、もういろいろあるのね、とにかくいろあるの。だから私はあの帽子のねとこいつも見に行くんだけど、まあ、ニット帽とか結構買ったことあって、だから持ってるニット帽とか結構プラザで買ったものとかも多いんですけど、この帽子の形があった時はもうちょっと小走りになったもん。もう嬉しすぎて見つけた瞬間。しかも色とかもめっちゃ何タイプ、これもね意外と安くて4000円ぐらいでした。はい、モフモフの感じが可愛いよね。これさ、ここ外したらさ耳とかもさこうやってこうやってしたりこうやってしたり、いろいろ髪がどんどんボシャボシャになっていきます。あと今日メイクぶり悪い、ふざけるなよまあという感じなんですけど、結構念願の帽子だったのでゲットできて嬉しいです。このねちょっとねなんか全部白バージョンもちょっと欲しいから、ちょっと狙っていきます。プラザさんどうか新しい色を出してください。続きましてはこちら、こちらハリボーゴールドベア、マジでうまい。ハリボーを昔食べた時に、昔あんま好きじゃなくて硬いなって思っちゃったんですよ。けど最近大人になったか知らないんですけど、なんか硬いグミとかもやっぱいけちゃうようになりまして、ハリボーのめっちゃ美味しい食べ方最近知ったの。ちょっと凍らして食べるの、凍らしてっていうか冷やしてか、冷やして食べるとめっちゃうまいのね。本当に冷やして食べるとめっちゃ美味しくておすすめ。私はパイナップル味とラズベリー味が好きです。これは結構ね何かしながら食べれるから好きやね。そうサイズとかも結構ちょうどいいしね。マジでハリボーのグミ大好き。あ、リンゴも美味しいよね。結構ねあのプラザは食べ物とかめっちゃ売ってる。だからプルダックとかも売ってるし、なんか海外のお菓子とかマシュマロとか飴とか結構めっちゃ多いから、なんかそこら辺も結構で見てみた方がいいかも。とにかく海外のお菓子とか韓国の食べ物とか売ってるの多いです。最先端の。じゃあ割りが続きましてコスメ、コスメまずこちら、
これね、涙袋ペンシルを2種類買ったのよ。101番のシャンパンピンクと034番のライトベージュ。ちょっと色味をね、見てほしいのよ。いつも涙袋をぷっくりさせたいから涙袋にコンシーラーをのせてたんですよ。だけどそのなんかコンシーラーはやっぱり綿棒とか使わないといけないし、結構ね手間が多いけどめっちゃぷっくりするのね、そのやり方。だけどこのペンシルのテストでちょっと指にピーチしてみたら、え？これでいいやんと思って、これの方がめっちゃ楽やん、しかも超可愛いしコンシーラーの色よりいいと思って買った。ラメ入りとラメが入ってないやつを買いました。まずラメ入りがこんな感じ、結構薄めピンクラメって感じで、結構粒が少ないのでおすすめ。これはねもうね、ペンシルのコンシーラーって感じ、こんな感じ。はい、びっくりする。ちょっとこっち全然違くない？あ、すげえ。こういうのをしてちょっとだけぼかせば、すげえ涙袋作れた。だからずっとね、涙袋ペンシルめっちゃ欲しかったんだけど、やっと自分の理想のペンシルにたどり着きました。嬉しい。しかもね、めっちゃ細くて可愛いの。私はすぐ物をなくしちゃうので大事に2人をなくさないようにしたいと思います。絶対モテるやん、涙袋作ってると。でもさ、涙袋作ってさ、メイク落としたりしてさ、自分の顔見るとさ、え、涙袋で人の目ってこんな変わんだっていうぐらい目がバカちっちゃくなるんだよね。めっちゃショック。続きまして、ずっとシェーディングが欲しくて、シェーディングね、ずっとキャンメイクの使ってたんだけど、なんかもっといいの見つけたいなと思ってずっと探してたんだけど、このレブロンのスキンライトプレストパウダー N の0102番です。こんな感じ、めっちゃ可愛くない？しかも普通のシェーディングじゃなくてちょっとラメが入ってんのよ。ここが筆付き、だから筆でこうやってフェイスライン削ったり、ノーズシャドウとかにも使えるし、なんか結構ね、これのいいなと思ったところが、まあ、ラメ入りなのがすごい可愛いなと思ったんですけど、あと筆が入ってるのがやっぱいいなと思った。私筆が入ってないシェーディングも結構ねいっぱい持ってるんですけど、やっぱね筆とか持ち歩けないじゃん、ちょっとだるいじゃん筆持ち歩くのは。だからちょっと困ってたんですけど、結構いいの見つかりました。あと同じレブロンのプリズマティックハイライター012番のハイライトを、私これは結構ネットで見たことあって、レブロンさんが出してるこのハイライトがあるっていうのは知ってたんだけど、めっちゃ見た目が可愛いなって思ってたんだけど、さ、可愛いとか思ってもさ、なかなか買わないじゃん。なんかだからあれだよね、女の子同士のさ、あうあう詐欺と一緒、絶対遊ぼうね絶対遊ぼうねって言って1年ぐらい空いちゃう、めっちゃあるあるじゃない？それと一緒の感じよね。例え今待って、ガチで開かないんだけど、ね、うちね爪めっちゃ可愛いじゃん。だけどね、この爪のねちょっと嫌なところがね、マジで物を開ける時とかに一切使えないの。だから缶のコーラめっちゃ好きなんだけど開けれないもん。だからなんかツナとか結構料理で使うんだけど、そのツナのさ、ね、缶のとこも開けないよ、開かれない、開けれないわけね。本当にちょっと開けれた。じゃん、可愛くないこのラメちゃん、超可愛い。え、激変わるんだけど、鼻がちょっとしてます。こんな感じ、結構ツヤ感がねあるね、なんか上品なゴールドでさ、結構ラメがさ大きすぎないからさ、ナチュラルなハイライトだけどしっかりツヤ感出してくれる感じで超可愛い。見た目が可愛い、好き、大人っぽくて。ただこのシールがどうしても剥がれないので友達に頼みたいと思います。はい、そうしまして、じゃじゃん、ピアスも買いました。結構ねこういうピアスをいっぱい入ってるやつをさ、めっちゃ買うことあるのね。結構買う頻度多いんだけど、こういうのっていつの間にかなくしちゃってるんですよね。本当私が悪いよねそれって。本当に悪いけど悪くないの、なんか本当知らんのよね、なんかいつの間にかみたいな。本当私は悪くないんですよ。けどさ、こういうさいっぱい入ったものってなんかなんでか知らんけど、なんでなくすんやろうね。すごいな、なんでって聞かれたらな。軟骨開けたいな、軟骨のピアス。
でもさ、軟骨はさ、やっぱ病院で開けた方がいいよね、絶対。じゃーん、ピアスつけました。いい感じじゃない？よし、これで絶対なくさないぞ、ピアス。絶対なくしちゃうんだよね、近々。ちょべりぐ。はい、ということでですね、こんな感じでプラザの購入品紹介でした。結構ね、帽子とかさ、こういう靴下とか食べ物もコスメも結構いろんなのを買えて自分的には満足してます。これで1万3000ちょいぐらいでした。はい、皆さんもプラザに行った際には私とお揃いのものなどを買ってみてください。私がおすすめなのは結構ね、帽子とかですね。帽子とか結構ブランドのものとか置いてるので、ぜひぜひご覧くださいませ。ということで、次ね、何の購入品紹介してほしいか、ぜひコメント欄にてお待ちしております。ということで、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。バイバーイ。しゃべりぐ。